韓国外交部は6日、ハンガリー・ドナウ川沈没船の事故現場から約4キロ離れた地点で韓国人と見られる男性一人の遺体を追加で発見したと明らかにした。外交部はこの日、記者らに送ったメールで、事故現場に派遣された政府合同迅速対応チームの報告によると、5日午後11時29分、 沈没船の事故現場から約4キロ離れた場所で、ハンガリー警察が韓国人の可能性が高い男性一人の遺体を発見し、確認作業に入ったと明らかにした。続けて、現在まで、韓国人乗船客33人のうち、生存者7人、死亡15人、行方不明11人で、 追加で発見された一人については身元を確認中と述べた。